貯金なんぞ全部使い切ったし、口座も凍結しておったからの、苦労したわい。後のことを構わず家探しをしたんじゃが、片付ける気にもならんでの。家は散らかっていたじゃろ。道理で。あ、構わん構わん。というわけじゃ。お主が心配することなど何もありゃせんよ。じゃあの、また夢の世界とやらであったらよろしく頼むぞ。はい、いろいろとお世話になりました。世話になったのはこちらじゃよ。おはよう。リータンたちは文化祭の日どうするか決めた？どうするかって土日でそれぞれ1時間の手伝いでしょ？僕もやらなくてはいけないみたいだ。それ以外の時間をどうしよっかって聞いてるの。ああ、そうだったんだ。だったら、ナオミの喫茶店には行ってみたいかな。羊さんの、ね。別にミハルンは無理に行かなくてもいいんじゃないの？いや、リンカが行くなら僕も行くよ。マオには何か案があるの？ない。ないんだね。僕は文化部の活動にもあまり興味がないから、シフトを午前中に入れてもらう予定だよ。生徒は午前中まで校内にいれば、あとは帰宅してもいいことになっているからね。なら、私もそうしようかな。他に興味あるものもないし。冷めてる。
一緒に駅まで行く？本当かい？そんなに焦らなくてもいいよ。遅くなったら君は僕を見捨てて先に行ってしまうかもしれないからね。昨日はありがとね。大したことはしていないよ。僕もちょうどそのことについて聞こうと思っていたところなんだ。一体何があったんだい？話すと長くなるんだけどさ。呆れを通り越して僕はもはや君のことが怖いよ。でもなんとかなってる。12の人ともちゃんと話せることが分かったし。話してどうするんだい？最後には彼のことも脱落させないといけないんだ。まあ君がどんな行動をしようが否定しないし、どんなことがあっても僕は君を守る。もっとも君にあった出来事を話してくれないよりはいいか。美晴は何かないの？くす、気になるかい？教えてくれないやつでしょ。さすが凛花だ。ご名答。次の週どっか行かない？いいけどどこに？まだ決めてないけど、映画とかカラオケとか？リータンが恥ずかしがりながら歌うとこまた見たいのだよ。だから嫌なんだよ。でもさ、ナオリンとはまだカラオケ行ったことなかったよね。文化祭が終わってちょうどいいタイミングだと思うし、いいんじゃないかな。てかさ、ナオリンって歌うまいと思うんだよね。うち何歌うのか知らないけど、おとなしい子が意外とうまかったりするしね。問題はミハルンのバイトだけど、まあなんとかなる気がするな。来週の土曜は開けといてね。うん、わかった。
えば、あの子、どうなったんですか？大丈夫だったよ。そうですか。ごめんね。先輩、どうしたんですか？お店の買い物を思い出しちゃった。ごめん、今日は先帰ってて。あ、だったら私も。ううん、大丈夫。文化祭の準備で疲れてるだろうし、ちゃんと休んだ方がいいから。お姉ちゃん、お姉ちゃんにね、お願いがあるんだ。おじいちゃんを家族と会わせてあげたい。だから一緒に場所を調べてほしいんだ。おじいちゃんは大丈夫って言ってもう諦めてるけど、本当はずっと会いたがってたんだ。僕は気づいてたよ。気づいてたけど、悔しくって。会いに行こうって言ってあげられるのは僕だけなのに、言えなくって。今日までずっと迷ってたんだ。僕はどうすればいいのかわからなかったから。でも、このままじゃ僕も、おじいちゃんも、後悔しちゃうから。どこにいるのか知らないし、多分おじいちゃんに聞いても教えてくれない。アレンさんはもっと無理だし、僕にはもう頼れる人はお姉ちゃんしかいないんだ。だから。同じ会社で異動になって地方に引っ越しただけだから、地域を特定するのはそう難しくなかったよ。あとは部署をいくつか変えながら電話してみたら、意外となんとかなったんだ。選定が始まってから嘘の演技にはちょっとは慣れたからかな。大体の町までは絞れたよ。え？あとは君の頑張り次第かな。近所の人とかに聞き込みをして家を見つければいいよ。新幹線代と今日の宿泊代は、まあ貸してあげる。おばあちゃんには内緒だけど、後で返してくれれば大丈夫かな。お姉ちゃん、牛塚さんを連れて行けはしないんだったら、君が説得して牛塚さんのご家族に来てもらうようにしないと。私はそこまでは協力できないけど、自分を信じてね。ちょっとお姉ちゃん、どういうこと？分かってたの？なん
となくだけど、私も同じことを考えてたから。おじいちゃんが最後に笑っていられるように僕頑張るよ。ありがとうお姉ちゃん。お金は絶対返すから。もう一つお願いがあるんだ。僕を脱落させてほしい。え？お姉ちゃんが僕のカードを3枚持っていることは察しがついてた。ただね、お姉ちゃんは優しいから僕を指名できないんじゃないかって思ってたんだ。どうして？お姉ちゃんに生きてほしいって思ったからなんだ。そんなの！ごめん、大きな声出しちゃったね。僕は本気だよ。お姉ちゃんが僕を脱落させるなら納得できるから。それだけじゃない。僕はきっと生きてちゃいけないんだ。生きてちゃいけない？僕がなくした記憶は全然戻る気はしないよ。でもね、時々自分が怖くなる。僕の中にいるもう一人の僕が何か恐ろしいことをしようとしている気がして、もし記憶が戻ったら僕は何するかわからない。僕が僕じゃなくなっちゃうかもしれない。だからその前に僕を殺して。ごめん、即答はできない。どうして？お姉ちゃんが生きたいんだったらいずれは僕のことも脱落させるはずでしょ。そうだよ。でももしユウくんを脱落させるとしたら、それはユウくんの記憶が戻ってから、真実が分かってから。ユウくんは記憶喪失で不安になっているだけなんじゃないかな。何も分からないままユウくんが脱落したら私は後悔するかもしれない。ダメだよ。お願いだから。優しいお姉ちゃんなら聞いてくれるよね。絶対だよ。よし、シャワーを浴びて早く寝よう。ごきげんよう、運命の奴隷の皆様。録画をせんでも毎週忘れることがないから楽じゃの。
じい様、テレビ番組のようにおっしゃらないでくださいます。女神様もテレビのことは知っておったんじゃの。私はこれでも浮世の流行には敏感なのでございますわ。時の移ろいから外れた存在の私ですけれど、無意に過ごすには退屈すぎますもの。皆様、そろそろお疲れのご様子ですね。剪定も中盤、無理もありませんね。おいおい、とっとと始めてくれないか。あんたの言う通り、確かに疲れてるから睡眠時間は確保したいんだよ。私の退屈をもっと紛らわせてくださってもよろしいのに。まあ仕方がないといたしましょう。今宵を含め女神の剪定はまだ8回も残っているのですから。それでは今宵も女神の剪定を始めますわ。回りなさい、運命の大時計。僕は5番を指名させてもらおう。どうして？お姉ちゃんの嘘つき。世界とやらはこんな風になっておったのか。あなた様はすっかり常連ですわね。私もあなた様が釣れないお方だというのは分かっていますわ。それでは3枚のカードをお選びくださいませ。氏名牛塚死熱、死因餓死、未練仲の良かった家族。とはいえわしはもう思い残すことはないがの。
どんなからくりを使ったかは知れんが、わしの息子たち一家と会わせてくれおった。何を言う、からくりではないだろう。彼、貴様の家族からのメイドの土産だろう。そう言ってやらなければ報われない。分かっておるよ、老人の照れ隠しじゃ。そうか。意外じゃの。いや、意外でもないか。短い付き合いじゃったが分かる。お主は誰よりも家族思いじゃとな。余計な話をしすぎた。女神、もういいだろう。あら、もうよろしいのですか？同情もしない。もっとも貴様の場合は最後に夢を見たのだ。十分だろ。やはり珍しいですわね。あなた様が少しでも感傷をお見せになるなんて。余計な話はいいと言っているはずだ。貴様は貴様の仕事をしてくれ。まこと面白みのない方ですわね。もっとも、もう幾度かすればあなた様の興味深いところが見られるかもしれませんけれど。それでは、どのカードを選びますか？4番、未練のカードをもらおう。あ。あの子は。何？それでは、今宵の脱落者は1名。これをもって、選定を終了といたしましょう。